アンドレイ・パブロビチ・キリレンコ1990年5月12日はソビート連邦の政治家、ウクライナ人、ソ連共産党政治局員兼書記、ユリウス歴1906年8月26日、ロシア帝国ベルゴロド州アレクセイエフカの労働者階級の家庭に生まれる、青年時代は電気工や乗前工として働く1920年、 地元の学校を卒業し、5年後、アレクセイエフスキー職業訓練校を卒業した。1920年代中盤から後半にかけて、ボロネジ州の鉱山で働き始める。1929年からコムソモール活動に参加し、2年後の1931年には、全連邦共産党に入党した。1936年ルビンスク、航空技術大学を卒業した後、 ザポロージェ機関工場で設計技師。1938年から党活動を活発化し、ザポロージェ州のボロシーロフ地区等第二初期に選出され、数年後に同地区第一初期に昇格した。その後、ザポロージェ州等第二初期となり、同地区の夜勤工業や電化をはじめとする産業政策に多大な貢献をした。ドニエプロペトルフスク州及び、 スベルドロフ州の共産党組織に勤務し、ブレジネフの公認として、ドニエプロペトルフスク州党第一初期となる。1962年に政治局員となり、1965年からソ連共産党初期。また、赤いスーキ教とあだ名されたミハイルスースロフ政治局員、初期とイデオロギー担当を共有したとも言われる。このような昇進の背後には、 ブレジネフとの密接な関係があったと言われている。長らく、ブレジネフ、コスイギン、スースロフ、ポドゴルヌイと並んで、ソ連共産党の最高実力者の一人に数えられ、1973年にはブレジネフによって、後継者として認知されたと観測された。しかし、その後両者の関係は悪化し1977年から1978年にかけて、 組織担当の権限をブレジネフの副審であったチェルネンコに奪われた。1982年1月に行われたスースロフの葬儀では葬儀委員として序列が再開とされ、同年3月に政治局員を解任された。失脚後のキリレンコはブレジネフ後継をめぐってチェルネンコと争うアンドロポフに接近し近い関係にあったウクライナと 第一初期のウラジーミル・シチェルビツキーとの関係も維持し、引退後も石もて追われるような事態を防ぎ1983年6月の最高会議におけるその姿がテレビ放映され、大議員の拍手の中で引退した。1990年5月12日、83歳で死去。アンドレイ・キリレンコ。2013年9月5日、閲覧。ロー1975。 P214、英語版によると、ロシア人となっている、ハット AB、キリレンコ、アンドレイ・パベレビッチ、ウォーヒロス、RU、2013年9月6日閲覧。ロー &1975 年、P226、ゴルバチョフの解顧録289ページから290ページによると、キリレンコは1980年頃に入って、体調を崩し、 政治局会議でも何が話し合われているのかわからなく、なっていたという。また、1981年の第26回党大会では、党中央委員会の委員名簿を読み上げる際、視力が低下していたというキリレンコのために、名簿の文字を大きくしていたにもかかわらず、多くの委員の名前を読み落としてしまったが、ブレジネフはこの失態を不問に付して、キリレンコを政治局員に留任させた。 それでも、キリレンコの体調は悪化の一途をたどったため、アンドロポフに、キリレンコが、自発的に辞表を出す形をとって、政治局員から退任するように説得するよう、命じたという。当初は、辞表の提出を渋っていた、キリレンコだが、キリレンコよりも症状が軽かったコスイヒンが辞表を出した例を引き合いに出した、アンドロポフの説得に応じ、 アンドロポフが原案を寄贈した辞表を提出したという、ありがとうございます。